学校だるこよー。サボろうぜ。くそげ。次は、木更津、木更津でござ、え？皆さん、大丈夫ですか？いってー。大丈夫か？何事よ？え？なんだあれは？目が覚めたようだな、弱き人間ども。あなたは誰ですか？私はこのゲームの主催者、キリン仮面だ。キリン仮面？どういうつもりですか？お前たちの不満だらけの退屈な人生に少しのスパイスを与えてやる。どういう意味だ？警察に通報よ。ふざけるのもいい加減にするのよ。黙れ。私はお前たちにチャンスを与えているんだ。は？ルールは簡単。このデスゲームに勝ち残った者が賞金30億を手にする。30億？デスゲームってどういうことだよ。生きるか死ぬかのゲームだ。ふざけるな。俺たちが何したって言うんだよ。周りを見てみろ。楽しそうじゃん。お前がやるなら。30億は私のものよ。これで億万長者なのよ。ちょっと皆さん、最初のゲームはこの揺れる電車内でバランスを取り、最後までこけずに立っていられたらクリアだ。皆さん本当にやるんですか？楽勝なのよ。甘く見られたもんね。30億、浮かれすぎだよ。それではゲームスタートだ。余裕なのよ。結構早いわね。いけいけ。油断すんなよ。確かこの先急カーブが。みんな踏ん張れ。案外難か。嘘だろ。横山さん、おい、どういうことだよ。何度も言わせるな。これは生きるか死ぬかのゲームだ。こんなことして許されると思ってんのか。タクボよ、絶対こけんなよ。今回の脱落者は1名だ。こんなの狂ってやがる。もう終わりにしろ。本当に死ぬなんて聞いてないわ。人間はいつもそうだ。自分の命が危険にさらされるとき、わめき散らし命乞いをする。当たり前だろ。飼ってない生き物だな。お前たちは動物たちの命乞いに一度でも耳を傾けたことがあるか？は？豚や鳥や牛たちの命乞いに一度でも耳を傾けたことがあるか？それは…次のゲームは綱引きだ。2番線と3番線で向かい合って綱を引き、落ちた方が負けだ。誰かは必ず死ぬってことかよ。その通りだ。早くペアを組め。やるしかねえな。駅員さん、頼んだわよ。それではゲームスタートだ。おりゃー。よいしょ。おい、地面が滑るぞ。え、なんで？この綱引きは運の要素も含まれている。どちらかのホームに油が巻かれている。くそー、もうダメかも。今までありがとうな。こっちのセリフだよ。決まったか。いたたたたた、腰を痛めたわ。え、力が入らないわ。うわ、え、何が起こったの？ガキンチョに負けちゃったわ。なんでわざと落ちたんだよ。落ちた方が死んじゃうんだよ。生き残る理由がないのよ。え、未来ある人が生き残るべきよ。しずめさん、年寄りが先に死に若者が生きる。シンプルなことよ。駅員さんには悪いけどね。これが正解だと思いますよ。ありがとうね、若者よ。必ず生き延びてください。このゲームが終わっても君たちのゲームは続く。なんならこのゲームなんかよりも理不尽でどうしようもないことばかりの世の中だ。でも未来を信じて生きてください。わかりました。仲良く死ぬのよ。バカな生き物だ。最後は椅子取りゲームだ。音楽が鳴り終わった時にこの椅子に座った者が勝者だ。おい、ちょっと待てよ。一人しか生きて帰れねえってことじゃねえか。最初からそのつもりだったの？金メダルが2つもあるオリンピックが楽しいか。勝者は一人で十分だ。ふざけんじゃねえ、出てこいてめえ。それでは最終ゲームスタートだ。おい、どうすんだよ。このままだと2人とも死んじまうぞ。どっちかが死ぬっていうなら俺が死ぬ。簡単に死ぬなんて言うなよ。え、私たちに命を懸けてくれた人がいるんだよ。二人で生きよう。そうだな、何か方法があるはずだ。考えよう。はバーカ。おい、何やってんだよ。ずっと考えてたの、私の生きる理由ってなんだろうって。は、私は五十嵐のそばにずっといたい。俺もだよ。だから一緒に生き残る方法を。無理なの。このゲームは一人しか生きられない。そんな。だから私は走り続ける五十嵐を遠くでずっと見守ってる。無理だよ、お前がいなきゃ。できるよ。五十嵐はすごいんだよ。どこぽよ。泣くなよバーカ。
また会おう。生きてやる。I understand.